どうもー、杉ナムでーす。さあ、今日は私の車シルビア来たー。シルビア来た。シルビアですけど、今日は来たー来たー助手席のエアバッグ取ってきます。取っちゃう、取っちゃいますね。えダーンって。どうするの助手席。さあ、じゃあやりましょう、やっていきましょう。イエイ、取ってください。取っちゃうよ。はい、エアバッグ、ここ助手席のエアバッグ、これ取ってきます。取るんですけど、その前にいきなりでは取れないんで、ここグローブボックスもう外してあるんですけど、このプラスチックのピンがここに2つ刺すってるんで、ただ抜いてやればもうあとここ解除してればバンって取ると取れます。で、次にですね、ここに鉄板があるんですけど、もうちょっとビス取ってしまったんですけど、ちょっと2本だけ取ってきます。全部で何個してるのかな。エアコンのあのフィルター交換の時にも取りますけど、ここですね。1,2,3,4,5 5箇所、こういう風についてます。これ取ってください。で、下を覗くと分かるんですけど、この図見てもらうと分かるんですけど、これエアバッグユニットですね。で、ここにステーみたいなのがあるんで、ここに4つボルトあります。4つボルトトルクスみたいのだと思いました、確か。そうですね、トルクス。で、あともう1本ついてます。で、今からユニット取ってきます。はい、ですね、エアバッグ取るときに、注意点があります。エアバッグいきなりカプラ抜いてしまうと破裂するので、エアバッグのヒューズボックスが、ヒューズボックスあるんで、そこのエアバッグのヒューズを抜いてください。ヒューズどこだろう。ヒューズどこでしょう。ヒューストン、これか。これですね、10アンペア。ここのヒューズ。抜いて、5分から10分ぐらい、何もせず待っててください。これ抜いたからつってカプラ抜くと、まだ跳ねます。中に電気残ってるんで、絶対抜かないでください。ここは重要ですね。重要ですよ。まあ、怖ければ20分ぐらい置けばもう確実です。でも、10分か15分ぐらいです、確か。じゃあ、10分、待ちましょう。活用だ。でかいでかい。さて、縛れるのかこれ本当に。おお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 ぐらい経ちました。なので、黄色いカプラーを取ります。もし黄色いカプラー15分ヒューズ抜いて取ってないと、エアバッグが痛いよはい、浮きました。で、あとは、下から押してあげれば、これ多分このままだと重たくて多分取れないんで、取っていきます。はい、はい、エアバッグユニット外れました。結構重いですね。さっき言ったのここですね。1,2,3,4で、ごめんなさい、ここ1箇所、もう1個ここ1箇所と、こっちに2箇所でした。重これ取ってください。そうすれば結構外れます。で、これ黄色いカプラですね。これこの辺に、ここにこれですね。で、なんで今日撮ってかというと、ただ撮りたかっただけです。そうなんです、もういらないんですよね。あえて危険にするスリルを味わいたい、うん、そう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 。なんでやねん違う違う、アホか。じゃあ何かというと、ここに何にするの。追加メーターがつけてきます。おー、追加メーター。追加メーター、追加ですよ。追加しちゃうんですか。追加しちゃうんだ。こんなにいっぱいメーターあるのに。あるのに。そう、ここにもあるのに。あのいっぱいあるのにさらに追加しちゃうと。つけていくんです。バイメーター好きだな。つけていくんです。はい、
この上のこの上蓋使うんで、これも取ってきます。はい、ポン、はい、取れました。なんか爪いっぱいついてますね、ここ、うん、ここにいっぱいついてるんで、それを外せば、外せばこれもポンって取れます。こんななっちゃう。これをこれもちょっと半分にして私使いたいんで、ちょっと切りたいと思います。カットしていきます。カット、うん、はい、カバー来ました。暫定剣でやった、すごいね。まあ、2つだよ、もう綺麗にね、また余分なものを切ってしまった、うん、で、今回使うのこれなんで、これ捨てちゃいます。捨てれない、捨てれない。おい、はい、ここに、追加メタつけるんで、この土台アルミ板ですね。これちょっと1ミリですね。1ミリだとでもちょっと薄くて加工はしやすいんですけど、できれば2ミリ買った方がいいかもしれないです。ちょっとわかんないですけど、まあこういう風に切れ目入れて、ここ折ってもらって、で、あとここ、まあこれはいいですけど、溝ゴムつけてちょっと配線擦れないようにして、で、もうついちゃってるんですけど、私ちょっと録画ボタンを押すのを忘れてしまって、録画できてなかったので申し訳ないです。もうつけてしまいました、すいません。で、ここの穴開けて、で、あ、じゃあここの穴開けたとこ、ここですね、土台、これここにこうやって、さあ果たしてぴったり合うのかどうか、合うかな。おー、あった、あったね。おー、いいね、バツですよ、いいっすね、バツ。どう、合ってる、いい感じ、いい感じですよ、いい感じじゃないですか、いいね。はい、完璧。あとこうボルト締めていきます。ここを止めれば、とりあえず完成といて、完成ですね。やっほい、やっほい、今つけてます、つけてます。ボルトをつけてます。あっちんだよ、まったく。何度あんだよ、まったく。こんな炎天下の中でやってるっていう、ね、おバカさんですね、うん、まあ僕はバカじゃないですけど、ね、ああ。届かない、届かはい、じゃあさ、これ取り付けたんで、ボルトで付けたんで、どうですかね、さっきのこれ隙間空いて、隙間空いちゃってるんで、ここに、おー、すげー、チャララン、ラン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 、あとは下をまとめて、あとはつくかどうかですよね、このメーターが。つきます、つきます、うん、つきます、つきます、心から、愛しています、誰を、古いんだよ、僕がよ、年代バレちゃいます、うん、絶対バレ、バレね。いただきます。結構このエアコンのとこにつける人いるんですよね。そう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 、で、私もそれ好きなんです。ここをつけるとかっこいいんですよ、これ。ちょうど見た目バッチグーですよね。バッチグーなんですけど、私すごい強度の厚がりなんで、これがないと私死んでしまうので、今回ここにつけました。はい、ほんと、ほんとここにつけないんですよ、ほんとは、マジで。でもこの両サイドからは出るんですよね、助手席倒れてるんですけど、でも私はね、彼はこの真ん中がないと死んでしまうということで、こちらにつけたということですね。本当はね、そっちの方がもっとスマートなんですけど、ビスもう一個どこだ、あ、ここよいしょ、よいしょ、よいしょ、よっ、
あれよ、ピンがない。ピン。くれ、ピン。ピンピン。リボルバーっぽいじゃん。あリボルバーっぽいじゃない、気持ち。10万人やんか。はず。別にいらないんですけど、バキューム系ですね。バキューム。これが、ウォーターテンプ、水温計です。これが、電圧計。で、これが油温計ですね。油温計です。はい。ちゃんと、ついてますね。LED もついちゃって、かっちょいいですよ。まあ、こんな感じ作ってみました。どうでしょうか。もう、ついてますね。暑いね。暑い。はい、どうでしょうか。追加メーターやばく外してつけてみました。見ました。はい、買っちゃった。ですね。絶対にエアバッグカプラーいきなり取らないでくださいね。さっきも VTR あったと。必ずヒューズ抜いて15分から20分ぐらい、もう20分ぐらい絶対大丈夫です。で、まだエアバッグ取ったからって刺さないでくださいよ。絶対に刺さないでください。刺すと多分まだ運転席側のまだ残ってるんで、もしかするとね、風船が割れるかもしれない。エアバッグのユニットも私取りました。でここにこのギアのシートペラッて外してもらうと、この辺に四角いのがあるんで、それも取ってください。それあれですよ、そこも黄色いカバーあるんで、そっちから取る人もヒューズボックスからヒューズ絶対に抜いて15分20分経ってからやってください。いや絶対に爆発します。いいですか、守ってくださいね。これね、なんか弁当箱みたいな感じです。ガンはどのぐらいだろう。まあちょっとね、あれなんですけど、そんなに1、2時間あればついちゃうかな。つけるのは加工とか、加工はちょっとね、そう、何回もちょっと合わせたですよね。まあでもそんなに大変じゃないですよ。アルミなんでね、鉄はちょっとあれですかもしれないですけど、まあですが、皆さんもこんな風に遊んでみてください。はい、少しでも参考になればと思います。皆さんもやってみてください。ではまた見てねー。とーろく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 クリック、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 登録、登録、クリック。多分もう大体これ見ればこうなりますね。ほとんど人分かる。ここ痛かったよ。はい、注意してくださいね。気をつけましょう。コントロールバルブ立ってから、立ってください。です。